り中高生新聞をご覧の皆さん、こんにちは。龍谷大学文学部歴史学科文化遺産学専攻の石川澄香です。中島健太です。佐々木奈緒です。今日は私たちが皆さんに大宮学舎を案内します。ここ大宮学舎は明治時代に建てられ国の重要文化財にも指定されています。今も実際に授業で使われているんですよ。これらの建物は創建当時のままの姿をとどめています。当時はお坊さんが修行を行うところとして使われていました。当時の大工さんが日本の技術で西洋建築を再現しており、とても珍しい建物です。こちらが図書館です。この図書館には70万冊以上の蔵書があります。ジャンルは幅広いんですが、主に仏教関係や歴史関係の本が多く取り扱われています。また社寺大文庫室といって、西本願寺の歴代門主の人たちが寄贈した本を置いてある場所があります。こちらが学食です。昼食時には多くの学生でにぎわっています。私のおすすめはこれ、ナビ焼きうどんです。具材がたくさん入っていて体が温まります。寒い京都にはぴったりなメニューです。龍谷大学には付属のミュージアムがあります。これなんだかわかりますか？これは中国新疆ウイグル自治区にあるベゼクリク石窟の復元です。今のこの目の前にある、出土品、これが、陶工の発掘調査でですね、出土した資料です。これはね、鉄をね、精錬した純度の高い鉄を作るための炉がですね、実は陶工の地下にあったということなんですね。鉄の不純物が土と一緒に固まって出てくるんですよ。それはつまり、あの陶工という場所はですね、平安京の東市公営の市場があったということと、鉄や銅を生産するそういう町場ができていたということなんですね。私は仙台出身なので、本場である京都で歴史を学びたいと思い龍谷大学に入学しました。と考古学を勉強していて、発掘調査に行って遺物を実際に触って学んでいます。またと競技カルトサークルに所属していて、日々練習に取り組んでいます。大宮学舎の周りには繁華街が少ないので、静かな環境で学習に取り込むことができることです。高校の頃、文化遺産学専攻のポスターを見て、これは新しいからなんかやってみようかなと思いました。で、もともと歴史好きの両親の影響を受けて、その寺とか神社とかに興味があったので、そういうのを修復する作業に携われればいいなと思ってこの学科にしました。
主にフィールドワークを多くしています。保存修復の現場に携わることが一番仕事につながると思うので、これからもそういうことをメインにやっていきたいと思ってます。龍谷大学は創建当時の建物が未だに残っているので、ここで勉強しているとなんか明治の学生に戻ったような気がするので、そこが魅力だと思います。高校生の時に文化遺産を修復するという動画を見て、自分もそういうものを残す仕事っていうのに就きたいなと思ったの で、あと龍谷大学がその文化遺産学専攻をちょうど自分の年に新設すると聞いたので、この大学を選びました。文化遺産に関することは大概勉強してるんですけど、今は古文書に力を入れています。古文書は昔の文章なので、今のとは違って読みにくいんですけど、全て読めるととても嬉しい気持ちになります。龍谷大学は西本願寺という歴史のあるお寺が母体なので、本当に実物の資料が多くて、でそれを実際に触って勉強できるところがいいと思います。いかがでしたか？大宮学舎では歴史のある建物の中で充実した学生生活を送ることができます。皆さんもオープンキャンパスなどの機会を利用して、ぜひ遊びに来てください。待ってます。